申し分ない出来だ。これなら合格。やったー、おめでとう。やりましたね。これで学園の外に行けるようになります。英知の奇跡のレシピを集めに行けるんですよ。最高だ。やっぱり最高だぜ。夢に向かって一歩前進だな。絶対合格するって私は思ってました。頑張った、頑張ったね。おめでとう。なんだお前たち、どうして試験のことを知っている。私がみんなにバラしちゃった。だって必死に隠そうとしてるんだもん。水臭いよ。学園の外に行くならみんな一緒にでしょ。実は私たちも短期留学手続き済ませちゃいました。俺はもともと英知だからな。学生を守るためならどこへでもだ。あれ、私は？とりあえずヴィステリアは置いておいて。置いておくんですか？これでみんな一緒に旅ができるよ。みんな、いいの？もちろん。一緒なら絶対面白い旅ができるだろうしね。私もです。ちょうど外に出ていろんなことを調べたいと思ってたんですよ。外は危険なことも多いからな。お前たちのことは俺が守ってやるよ。私はよくない。もう怒りました。私もここの学生になります。学生になってついていきます。おお、だがそのためには転入試験に合格しなければ。学ぶことは山ほどあるぞ、ヴィステリア。それでもです。いつか後輩として皆さんと一緒に旅をするんですから。ヴィステリアが後輩。いいわね、それ面白そうだね。それじゃあ約束だよ、ヴィステリア。待ってるからね。はい。さて、これからはどこに行こうとお前の自由だ。選別としてこれを。これは英知の軌跡を作るのに必要な四属性の技法が一つ。風の錬金術の技法書だ。私が昔各地を旅していた時に手に入れたものだが、遠慮なく持っていくといい。うわー、よかったね。ありがとう、ベルガモット先生。これも可愛い教え子のためだからな。他の錬金術の技法、土、火、水の技法書も世界のどこかに眠っているはずだ。エメラルド版を集める傍ら、技法書も探していくといいだろう。それでは達者でな、親愛なる錬金術師よ。いつでもアカデミーに戻ってくるんだぞ。さて、まずはどこに行く？そうですね、こ
ここから一番近いリブルム地方はどうでしょう。ああ、確か芸術が盛んなんだっけ。面白そうだし、そこでいいんじゃないか。まあ、行ってから考えればいいんじゃない。というわけで、みんなでしょっぱ。待ちなさい。ヘーゼル先輩、ミステリオ、それに、みんな。おいおい、挨拶もせずに行くなんて水臭いぜ。俺たちアカデミーの仲間だろ。そうよそうよ、ただで行かせたりしないんだから。私もせめて皆さんのことをお見送りさせてもらいます。ええ、じゃあみんなアカデミー流見送りの挨拶行くわよ。せーの、いってらっしゃい。私たちのためにこんなに集まってくれるなんて、ありがたいことですね、とても。よし、それじゃあ俺たちも気持ちよく挨拶を返そうじゃねえか。うん、そうだね。それじゃあ、せーの、行ってきます。我が教え子の旅路に幸福が待っていますように。